バックルイスでもわかる、立位の生き方講座マップ編ハッピーマップよ。序盤は下調を当たるまで振ります。下調が当たったら横スマシタ引くとしてください。5秒で 40% 稼げました。最強ですね。中盤は下調を当たるまで振ってください。下調横 B。これは確定しています。かなり広いパーセントで確定するので覚えておいて損はないです。2回当てるだけでは相手が撃墜体になります。最強ですね。もうバーストが狙えますね。横スマしましょう。3回繰り返せば勝ちです。最強ですね。実戦で解説していきます。改めましてどうも、ご本気です。マックだぜ。リップへの行き方教えてほしいってコメントがありとあったので動画にしてみました。一度リップ落として2リップの方との試合を動画化しようかとも考えたのですが、負け続けるのが面倒だったのでリップマッチで解説していきます。ここで通用するなら2リップにも語るだろって魂胆か。ここちょっと危なかったです。受け身は練習した方がいい。食いしたかったのでガーキャン掴み。ぶっちゃけ OS までいい。横 B も当たらないしリターンが悪いです。私は掴みを多用する癖がありますが、マックに限っては掴みはいらないです。そんなことするくらいなら下調横スマをパマせ。やたらと下調を押すよなお前。小村がブレイズエンドしてるだけでリップに行けると言われているように、マックは下調しているだけでリップに行けます。試合の数こなして下調の当て感だけは磨いてください。絶対横スマで良かったのに KO 消失してバースト。序盤は下調をこすりましょう。ガード解除してからでも間に合います。中盤は下調をこすりましょう。6回コンボすればバーストラインですよ。下調しかしてねえ。めくられた時はとっさの横調が便利です。下調かわされて裏に回られたって時など横調すると大体間に合います。シーステは強攻撃推奨です。ここは素直に崖を掴むべきでした。DA を食らって復帰阻止展開。完全に運ゲです。カウンターしなくてよかった。上 D 当たってたらやられてたな。上上空上で浮かしてますが、何度も申し上げる通りガーキャンは上スマでいいです。ジャッジに横スマ合わせてバースト。横スマは相手がいるところにひたすらパマせばいつか当たります。ノックバックがあるのでガーキャン掴みも食らいませんし、スーパーアーマーで相打ちにも強いです。自信を持ってパマせ、パマし続けろ。崖展開だが、普段は下スマを振り回すのですが、ガノンは崖掴まりの姿勢が良すぎて下スマが当たりません。おとなしく上がってくるのを待ちました。再び崖展開、KO か横スマで撃墜できるぜ。その場上がりが見えたので KO を打ちます。シールドにもカウンターにも勝てる KO は最強です。あと隙がやばいので確実に当たる時に放せると良き。いかがでしたか？下調の強さがお分かりいただけたと思います。ちょっと待て、いくら下調が強くても飛び道具でガン待ちされたら当たらないぞ。仕方ないですね。飛び道具対策も教えましょう。うわぁ、PK ファイアで崖ガン待ちして無理やり突っ込んできたところを後ろ投げして PK サンダーで復帰阻止してくるタイプの床だぁ。コナンバリの説明、超ありがとうございます。確かに PK ファイアを打ち続けられると近づけない。こういうタイプが苦手なマック使いは多いと思います。しかし考えてみてほしい。反対側の崖に逃げれば飛び道具当たらなくね、と。相手が突っ込んでくる前提の崖待ちなので、こちらも崖待ちすればお相手は攻める方法がなくなるんじゃね、と。なんだと。さあ逃げろ逃げろ。こっちからは絶対近づかないよ。私は攻めないぜ、お前が攻めるんだ。まあこんな感じで床くんぴょんぴょんして可愛いねーと眺めてるだけでいいんです。しびれを切らして無理に差し込んできたところに、下調やら横スマで反撃しましょう。アーマーあるんでこちらは多少雑でもいいんです。攻めづらいなと思ったらまた逃げましょう。これでバンジョオッケーだわ。当たっとるだな。ほらお相手頭に血が上って意味不明な行動を始めましたよ。あんなに距離があっても DA とかで反撃できるので安心して崖ガン待ちしてください。そしてこれは初見殺し。相手が打ち撃してる時のみ確定する撃墜タク、下投げウェディです。崖を背負わせてる時にやると打ち撃を誘いやすいな。さてまた逃げるよ。お相手の動きがどんどん雑になっていきます。近距離でも飛び道具打っちゃうようになるんでカウンターとかでさばきましょう。風前上がりを通される外伝こちらのペースだぜ。上調で浮かして回避より横調。結構刺さるんで余裕があれば覚えときましょう。基本的には下調で十分なのですが、ぴょんぴょんしてるお相手には上調当てるしかないのでね。ここも浮かしてから回避読みの横スマッシュが決まったな。さすがにバーストはしなかったけど、もうダメージ的には十分だね。微妙な間が空くぜ。ここで強引に攻めて逆転されるとよろしくないのでね。あくまでも向こうから攻めさせるスタイルを設定します。動きでお相手が焦ってるのがわかるな。飛び道具を無視されると遠距離ファイターはあっさり崩れやすいのです。はい、パマした。画面見てない警察だ。最後は下スマでとどめ、床には当たります。と、まあこんな感じですね。結論は下調をこすれです。バーストは各種スマッシュぶっぱ、飛び道具は逃げ続けてお相手をイライラさせてください。気は運気です。質問があればコメント欄で答えるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。